うわー、すごい、おー、おー、天野飯。今日はですね、まあまだ寒い日が続いておりますんでね、ポタージュスープね、これあのコーンのねポタージュなんていうのがね、あのコーンのクリーム缶みたいなのあるんで、あれも簡単できるんですけど、僕最近ね、うまいっていう番組をね NHK でやってるんですけども、最近すごい大根をいただきましてね、大根、桜島大根って言って、鹿児島の桜島の大根があるんですよ。こんなでっかい、こんなでっかいの。でもこれ、これ部分的にですよね。4分の1で、これ家で食べててもね、スイカみたいに食べても限界があるって。今日は甘露飯で。だから株でもいいですし、皆さん大根でもいいんですよ。これはね、しかもミキサーとかめんどくさいっていう時はね、ひたすらパパとかね、子供とかを使っておろす肉体労働、それでね、美味しいポタージュ作りましょうよってことでね、材料、大根1/8、豆乳 200ml、 コンソメ2かけ、生クリーム1回し、水 200ml、 塩コショウ少々、パセリお好みで。天の飯、ちょっと待てよ、味わいとしては桜島チーズじゃないですか。スイスのスイスの発酵チーズをこれね、結構ね厚めに剥いてあげてくださいね。皮のね、えぐみとかも出るんで。あ、そうなんだ。こんだけおろせば、餅みたい、餅、切り餅です、ね、これまだ残っちゃうよ、これで砂糖の切り餅、これね、おろすときはね、小さい方を上にしとかないといけませんね。なんでですか。どんどん大きいところが残っちゃうから、ね、なるほど、賢い、はい、こりゃ重労働だな、15分ぐらいこの映画続きますけど。天の飯、これでいいんですね。すごいね、この桜島の大根だから、あんまり大根の汁が、ね、ちょっと密度が濃いから出なかったんですけど、普通のだとね、大根の汁が強めになっちゃったりとかするから、そこへまたお水を入れるか入れないかの加減が変わってくるんですが、ここに今200ですね、200、そしてコンソメを2かけ入れようかな、はい、じゃあこれ2かけっていうことにしといてください。はい、あ、もういける、はい、これでね、ちょっとね、ごめんなさい、これをちょっとトロトロになるまでまた煮込みますね。はーい、おお、いいんじゃない、いいんじゃない。さあ、ずっと横にグツグツ映ってんなこれね、いつか出てくるジビエのすね肉です。すねのやつだ。お、コンソメがそろそろ溶けたかな。ほら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 、いい具合に煮えてきたよ。天の飯、いい具合になってきましたね。ほんとだ、ドロドロ。はい、じゃあここに、200ぐらいです。はい、まずは200でやってみます。今日はね、先ほども言いましたように実験会で、210ぐらいだと、まあでも200でいいです、ね、はい、うわー、すごい、おお、いいんでないの。ほら、こんだけ火を入れればね、もう我慢できない人はこれで食べちゃってもいいかもしれない、ね、お腹が鳴ってんすよ、さっきから、もう
これ一番初めに食べるにはいいよね。はい。もうできたね。え？いやできたよ。うん。強い。いいんじゃない。ちょっと塩コショウで最後に整えます。塩コショウ。コショウ入れちゃおう。ちょっとね。あ、最後に効かせるかなコショウは。うわわわ。え、うん、マジでこれだけ？ほぼ具だね。はい、うん、おお。そしてうまく力加減で、よいしょ。ねえ、それ掛け声必要なんですか？はい、にゃ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 、おい、桜島大根のポタージュスープ完成です。鈴木がお食べになれ。おはようございます。どういうこと？鈴木です。大根をいただきます。なんで伸ばしたの？難しいね。難しい。すっごい、あの、うん、どうよ。めっちゃうまいし、抹茶うまい。これなんかこすっていう話もしてたと思うんですけど、うん、もうこのままこさずにこのドロドロ感、うん、ちょっと食感が残ってるのがすごいです。へー、うん、すごいまろやかな感じです。辛みは全然ない。これ桜大根だから、桜島ね。桜島大根だからなんですかね。ピンクになっちゃうから、桜だったら。ちょっと間違えました。ちょっと桜島大根が初なので、うん、うん、すごい美味しい。ごちそうさまです。キャイーグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。